ヤミーの枠に上がってしまいましたでそれで俺のリスナーつって名乗って上がったんすかえつうか通話いけますかけますはどうぞかけてください <noise> はいもし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 こんばんはこんばんはどどういうことっすかど ヤミーさんんのの枠に上がったのはすみませんでしたですが、はあ、あの,あのおばちゃんおばさんが、はあ、あのすごくあのコメント欄と、はあ、あの上がってきたおばさんにものすごい叩かれてて、はあ、私あんまりヤミーさんのとこ行かないんですけど、はあ、だから俺すかも普段も普段から僕はあの深山の配信とノックの配信はそういう配信だからっつって。 いつも言ってんすけど、で、そこに、だから、あんなもん、み、あの、見てるやつは、マジ、ろくなもんじゃねえって,っていつも言ってるわけで、でそこに、ろくなもんじゃねえところにわざわざ行って、はい、で、とつ上がって、で、な、<や>な、何しすか自分が、自分が、あの、わざわざ行ったわけじゃなくて、友達がたまたま切れて、友達がその、ヤミーさんのファンだからっていうので、一緒にキャス聞行こうってなって、行ったんです。で、その、 おも、おものすごいお子さんが、あの、コメント欄と。じゃ何が違えんすかすみません。今俺が言ってる話が何が違かったっすか教えてください。違かったところ、どうぞ。違うんですっておっしゃって今の話始めたんで。はい、どうぞ。何が違うんすか違いません。はじゃあなんで止めたんだよ、俺の話を。すみません。 何言ってんだマジで。で、なんつっていう話になったんですか俺の名前を何通流れで出したんですかあの、あ,あ,あのー、最初おばさんとおば、おばさんとおばさんの、まあ私もおばさんですけど、あの、すごく叩かれてる人を、がすごくかわいそうで、止めに入って、 で、そうしたら、ヤミーさんが違う男の人があなたと話したがってますとかって言われて、で、その流れで、ヤミーさんが部屋を作ったので、そっちに行ったら、あの、男の人が。そ,そ,そ,それもすでに上がった後じゃねえのか。はいそれもすでに上がった後だから、あなたと喋りたがってますっていう話じゃねえの。上がってる時 違う。だその時には俺の名前は出てないってことじゃん。その男の人が、あのー、ここはいつもこんなだから、みたいなことを言ったので。聞いてっか、お前。はい。もう聞いてる俺の話。新しく、はい、ヤミーがあなたと話したい男性がいるっつって部屋を作ったのは、 もうすでに一回上がった後じゃないとその話が出ないっすよね。な何すかコメントですごい目立ってたんですかそれとも。だからあなたと話したい人がいるって話になったんですか違います。途中でその男の人が割り込んできたんです。途中でってことは、じゃあなんで途中の話から始めるのお前。めんどくせえな。はえなんでですか 最初、おばさんと、おばちゃんの話、あの、喧嘩を止めてて。だから、その時点で上がってんじゃねえかよ。その男の人の話はその後だろなあ。上がった後だろ、ね、はなんか、リラ、リレー形式みたいな感じでした。何を言ってんだ、おめえ、マジで。 だどのタイミングでお前上がったっていうか説明してくんねっつってなんでその男の人のとこから始まるのその前にお前とつ上がってたんじゃないのいやだから何度もお話ししてるようにおばさんとおばさんが喧嘩してたんですえそのだからその片方のおばさんっていうのはあなたの話違いますじゃ見知らぬおばさんだよね、はあ、はいはいで見知らぬおばさんと見知らぬおばさんが喧嘩しててほんで 見知らぬおばさんと見知らぬおばさんが喧嘩をしてました。ああはい、で、あの、すごい、なんだろう、もう自分からしたら暴言っぽい、すごく強い口調で相手のことを責めてたもので、はい、それはちょっと言い過ぎなんじゃないかって言って、うん お話をしししたたんででですそそららだっこ上がってるでしょだからさっき説明してくれって言ったところからなんかい「じゃあ説明してくれ」って言いましたそっから男の人のに男の人から話があるって言われて上がってみたいなあグループ作られてみたいな話だったじゃないですか最初からなんであの時に説明しなかったんですか説明してくれって言った時にえ途中から始めたんですか まあちょっとなんかもう,もういいや多分日本語通じないからえっ、ー、とでえっ、ー、とじゃあそのババアとババアが喧嘩してる時には別に俺の名前出てなかったってことですか出てないですでそれで男が上がってきてそっからなんですかそのタイミングで俺がの名前が出たんすかいつもそうですねその流れで出ましたねはああのなんでそんなことするすか あの。はあ。ここはいつも荒れてるからって言うので。でて、も俺も言ってますよね。え、え俺も配信で言ってませんヤミーとノックのリスナーは頭おかしいって。だって俺それの突待ちしたことあるですよ。俺だってあの、ヤミーリスナーとノックリスナーで、あの、ヤミーとノックの配信を聞いてる奴って俺頭おかしいと思ってるから、普通に聞けてる奴って頭おかしいと思ってるから、 だから、はい、自分は、闇リスナー、ノックリスナーの中で、いや、自分はまともですっていう人を反論しにとつきてくださいっていう配信もやったことあるんですよ。そのぐらい、俺、ノックのところとか、闇のところであのー、まともな人がいないと思ってるんですよ。だって、まともな感覚だったら、その人をバンバン叩いてるところの配信を、普通の感性で見てられないから。見続けられないから。 だその配信を見続けられてる時点で<う>まともな感性じゃねえっう話をしてて。で、そのまともな感性じゃねえやつが集まってるところに突いって、そこで正論を振りかざして何が意味があるんですかで、しかも俺の名前まで出しです,、ね、すいません、プーさんの名前を出すのは申し訳なかったと思うんですが。うん 昔から俺のリスナーって、俺が俺のリスナーと認識してる人って、そういうことやんないんですよ。俺が一番そういうの嫌う、嫌いっていうの分かってるから。ノックンところとかミヤマンところに上がって、おもちゃにされるだけのババアを、俺は一番嫌ってるから。そのおもちゃにしてるやつも気に食わねえし、おもちゃにされてるやつも気に食わねえし。 だからその界隈がそもそも気に食わないんですよ。そうなんですね、私、まだプーさんのリスナーとして、まだ日にちが浅いっていうのがあって、その、なんだろう、私が最初に見始めたのはプーさんの方で、プーさんの方で慣れてたので、突射を叩くっていうことをしないっていうのが当たり前、自分の中でも当たり前だし、 あの、プーさんの枠の人もみんなそうだし、プーさんもそうだし。なので、今日友達、まあきっかけが友達だったけど、そのヤミーさんの枠に行って、あの、その、本当にヤミーさんの枠に行ったことなくて、本当に。で、 話しても無駄そうなんで切りました。あの、俺の限界が来ました、えー。不快な配信をしたくないって思っている俺の限界が来ました。はい。多分話しても無駄だなと思って。<laughs> もうち切りました。<laughs> うんちょっと俺この人ブロックしとこう。ちょっと無理。俺。俺この人の相談。多分俺次覚えてないから俺。 間違いなくもうちょっととブロックしとくわこれももうダメだうん、もうだんあの <laughs>、うん、俺は基本的にもうこう話が伝わらない系おばさんと喋る気がないから、うん、もう切りましたちょっともうごめん一応もうそうだねこいつ出るかなああもしもし,もしお疲れっすお疲れっすお疲れっす今大丈夫え、ちょっ 大大大丈夫でです。すかなんかどうやら今日日中なんかうちのリスナーと名乗る変なババアからなんか取っいたみたいでいや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 多分これ多分恐らくですけど多分二回目ですよ多分マジあ前も言ってたんだよ本人もカカオであの連絡しあ取ってで上がってたっつったからその時もあそうなんや。 た多分、うん、プーさんの名前その時出さなかったけどうんそうなんやなんかでも最近なんか俺の配信を聞き始めたらしいんですその人曰くなんか,なんかよく分かんない人だよねだから俺はもうなんか気持ち悪いからブロックしちゃったなんか俺も相談乗ってプーさんそんな<え>の気があるからうちっこはしたんですけどねうんいやだからそいつよりも三山の方がよう分かってくれと、はい、マジで助かる <laughs> <laughs> いやほんともうマジ申し訳ないなんかだから俺のところではもうとりあえず俺のところではそいつブロックしたし、うん、今いやいやもうすぐブロックされたと思って書いたんですけどうんもうブロックした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 まあ一応今 <laughs> なんか嫌いますよねこういうのそうそうそうでなんか今通話してみたら<ー>なんかもうよくわかんねえし言ってることが<ー>謎<ー>と思ってそう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 いや<ー>なんか悪かったね申し訳ないっすね いやいや、なんでプーさんが謝るのかわかんない、うん。いやいや、なんか一応、一応なんか俺の名前が出た以上さ、なんか申し訳ねえなと思ってさ。いや <laughs> いやいやいや、いいや、全然謝んなくていいですけど。いすみませんでした、本当に。申し訳ない,いやいやいや,ないやいや、いいって、なんでそういうさ、謝罪、うん、いらんから、プーさんの謝会とかマジでいらんから。<laughs> 違う、あの、俺がやらかしたときでお願いしますわ。うん、いや、だから、ヤ、うん、山のことを、 普段ね、ああ俺が自爆で散々言ってることに関しては、それも謝るつもりは1ミリもない。ああ <laughs> でも、なんか、あのー、配信にっツ上がってなんか俺の名前が出たって言うんだったら、それはもう意図するとこじゃないからさ。それはごめんねな、なんえー、いや、うん、別にいいのに。ごめんね、ほんとえ、ね、ところでお前、近めるどうなったのあのね、うん。検査の方が12月で。え 十2月じゃ予約必要だったおおマジじゃあでそこ次第でマジかじゃあ結構そこらへんがじゃあ予定組めんくなっちゃったんだうんそこ次第ってことまあでもすぐなんかそのグループホームとかっていうわけでもないからううんんどうするかって話だけどよくはなってんああでも当時に比べたら引っ越したいっ うんうん、当初と比べたら全然ああさすがさすがだね三山さん、うんうん、母ちゃんも大変やな本当にな、うん、いやいやもううちの事情はいいですよプー、うん、さんでもうん、うん、あとはえでじじジジの方はどうだった大丈夫になったのああもう関与してないんであ本当？あそっちは切れたいやもうもちろんもちろんあもう閲覧制限もかけてる状態あああよかったよかったあじゃあもう何にも調べられんってことね あ,あもう完全にああ、はい、よかったよかったああそっかそっか,か放送でなんかね住所が漏れない限りは <laughs> お前が漏らさない限りねか近めるが急に住所を絶叫しない限りね <laughs> <laughs> ないことはないから、ね、住所が全部なんかバレることってないと思うから <laughs> まあね実際ねよっぽどのことがない限りねしかもそのじじいがねなんか変なことできるような脳みそ持ってるとも思えしねああ大丈夫大丈夫だと思うけど、うん、まあそっかそっか いや、大変、大変だけど、頑張ってくれ。すみませんでした、申し訳ない。いやいや、うん、いいですよ、お父さん。いよいよ、酒を飲んでください。なんで知ってんだよ。いや、今見てるからだよ <laughs> お。お前が、<laughs> 猿みてえな、猿みてえな赤い顔して、お前配信してんの見てるか、で、今。 なんで今、ナウで見てんだよ。見てっからに決まってんだ、お前。ほぼ猿みたいな顔してんな、お前。自爆に集中しろよ。これ、赤ら顔がよ、お前、ほんとに。なんででお前、大体、毎晩毎晩、お前、そのアカウントで配信してる時は、大体、赤ら顔やねお前は。そんな赤くないでしょ。いや、赤いからね。赤いから、お前、ほぼ猿みたいな顔してる。ただでさえ猿みたいな顔してんのに、お前。マジかよ。それで、お前。 なんか言われたら恥ずかしがってまた赤くなるじゃん <laughs> 気持ち悪 <laughs> 気持ち悪指摘されたらさ意識して赤くなっちゃう <laughs> いやいや気持ち悪いよお前乙女かようるせえな <laughs> <laughs> いやいや福さんに言われたくないっすよ <laughs> さすが <laughs> いやいやお前は <laughs> 乙女闇ね明日からお前スカート配し履いて発信しろよお前絶対しねよ <laughs> <laughs> いやサンキュー、サンキュー、ありがとうね。いまあ、すみませんでした。いいお邪魔しました。すみません。いいいいはい、じゃあね、お疲れ。ということでね、えー、あの筋も通しましたんで、ここはね。はい、ということでございます。はい、僕はあのー、あれですよ、ヤミー本人に、あのー、俺、自枠でヤミーの配信とか、ヤミーのことを全力でディスっても OK っていう許可を、俺はヤミー本人にもらってんねん。 そや <laughs> で。だから、あの、ノックにもそうやし、ヤミーにもそうやけど、あの、二人ともに、俺は、あの、俺、自枠でディスっていいって、あの、許可を得てるから、こいつらに。そう。だから、俺は、もう、あの、なんだ、こいつらのことはもう散々ディスっても、あの、例えば、あの、ヤミーとかノックとかに、プーさんがディスってましたよって、なんか、こう、話がいっても、問題ないようになってんねん。<laughs> っていうなんかなんかコラボ来たんやがなんやコラボ来たんやがは <noise> いよし,し, <noise> し,しよしよしよししということでねえー あのー、まあ、一応あなたにできるアドバイスとしては、もう、まあ、ツ切りましたけど、ええー、コラボ切りましたけれども、まあで、僕の方からあなたにできるアドバイスは、多分そのジメジメの畳、張り替えた方がいいっすよ。はい、ということでございました。<laughs> はい、っていうね、ええー。そのジメジメの畳ね、もう大体いいもうだって想像つくやん。 もう、なんかあのー、障子のふふ、障子の、障子にさ、もう穴だらけの障子に、ね。もう真っ暗な、もう電球切れた、ね。あのー、電球切れてテレビの明かりだけしかその空間に明かりがなくて。で、テレビと、ええー、自分の万年床があって、もう敷きっぱなしの布団ね。 もうその敷きっぱなしの布団との間に丸いちゃぶ台があって、で、そのちゃぶ台の上には、ストロングゼロの500ミリの缶空き缶がいっぱい置いてあって、ね。こうやって丸くこうやって置いてあって。で、あの、第五郎とかな、あの空きペットボトルとかがもうそこら辺に転がってていっぱい。山盛りね。うん。あ、子供が間違って押しちゃった。あ、あ、そうなんですね。 あ、そうなんですね。あ、じゃあよかったです。うん、あ、ごめんなさい。えー、じゃあ一応、一応その話続けますけど、え、で、それで、えー、大五郎のペットボトル、こう、丸いちゃぶ台ですからね。で、手、自分の、こう、じゃあここがテレビだとしますよ、これが。これがテレビ、その間にちゃぶ台、丸いちゃぶ台置いてあって、ここに、もうベッド、もうず、ベッドじゃねあの、敷きっぱなしの布団ね、ペラペラの。ほんで、まずそのちゃぶ台のところに R でこう、 縁のところに、えっ、ー、と、空の大五郎のでっかいペットボトルね、焼酎の。で、その手前が500ミリのストロングゼロ缶ね。で、その手前が、えっ、ー、と、もういつのかわかんない、コンビニ、食いかけのコンビニ弁当ね。そこに箸がこうやって刺さっとって。うん。んで、その隣に、あの、ようあるさ、ようあるあの、スチールの、こう、 u o 型、ひっくり返すと u o 型みたいな灰皿に、山盛りの吸い殻の中にこう、無理くりこう、どっかで、どっか隙間見つけて、灰を捨てるやつでしょうん。っていう。そういう生活ね。<laughs> まあ、でもなかったらしい。<laughs> そうじゃなかったらしい。よかったね。 ずん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 ずく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 